こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは卵トーストですね。下にオムレツ焼いてある卵があります。これをトーストに乗せて食べます。卵トーストです。うどんですね。わかめうどん、野菜炒め、玉ねぎとキャベツともやしの野菜炒め。おお、曇っちゃった。肝心の体重です。昨日と比べて何キロになってるか測っていきます。57キロ台が今の僕にはいいのかもしれないんですが、できれば56キロ台ぐらいで抑えたいですね。もう54キロは諦めます。ちょっとあれをすると、体力がなくなって病気になりやすい感じがしますね。はい、体重56.9、200グラム減ってますね。体重56.9、体脂肪率13.9、体重56.9、体脂肪率13.9、基礎代謝1321、内臓脂肪レベル5、筋肉量46.4、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6。もう一度、体重56.9、体脂肪率13.9、基礎代謝1321、内臓脂肪レベル5です。もう一度、サムネイルは卵トースト。サムネイルは卵トースト。主食はわかめうどん、野菜炒めで、グレープフルーツも食べます。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。